対決です。打開スタート、先手切っていくのは西川さんのユン。投げ返して中間、あ、確認がちょっと漏れてしまった。中足確認は結構直前で立ち上がったりされると漏れやすそうな猶予って感じします。チュンリーのね、しゃがみ中キックは猶予長いから、まだそういうのは漏れなさそうな感じはあるんですけど、ね、さあラウンド2、ショウさんがすごい勢いで取ってきました。帰ってきて大絶賞で追い払う。やはり急に来る突進技はどの格闘ゲームでも強い。さあ中盤で雷撃しようとして、あなたの雷撃、あなたのゲームはかなり強いです。リエクトシート前方転身、中盤絶賞、さあさらに前方転身、ノリノリであります。翔さんが取って、これで中堅対決2人目対決ですね。さあ翔さんに対して2人目は富樫さんかアベックさん、さあどっち、さあ先に座っているのは RX さん。どちらもユリアンが2枚残ってて、先にアーベックスさんが行くという、こんな感じですね。さあ後ろから中大大ターゲット、あ、かなりユリアンがユンを捉えるのは難しそうですが、さあここでゲンゲージが溜まる。タックルが出る前に打開で追い返す。前方転身、決断、切断打開絶賞。さあこれでちょっと距離離してゲージが溜まって早い、4、5カウント目にはもう次のゲンゲージが来てた。うわーこれは無理、着地に前方転身、駒投げ、これは強い。あー、しこに行った、これはあるかもしれない。さあ翔さんの暴れが早すぎて、これはかなり不利な状況。絶賞対空でまずは翔さん1ラウンド先取、判断が早いですね。さあ確認しっかりしている、後ろから投げ、ユリアンのねジャンプ攻撃、めくり性能というものはおそらくないので、歩いてくぐられるとねかなりきついなーっていう感じですね。ちなみにヴァンパイアセイバーのビクトルのジャンプ攻撃も大体めくりはないです、そう聞いています。さあ重圧確認絶賞、ゲンゲージ発動して、これはアルクさん厳しい。さあ、鉄弾の2発目当たって、しっかり見逃さない。追い打ち決めて、翔さん2人抜き。さあ、最後3人目託されました、富樫さん。3人目、富樫さん対2人目、翔さん、成長さん。さあ、ここで成長さんが勝つと、2人目で出てきて、3打点という形になりますね。さすがのエボジャパン覇者、まだまだノリノリのノリノリの時間が続いてます。投げていったのは富樫さん、もう一回投げる。いやユリアンはユリアンじゃない、ユンは体力、ね、ちょっと少なめだから投げ2回でもかなり減ってますね。一般で落として、さあダメージ取りつつゲージを稼いでいますね、富樫さんのユリアン。ゲージ発動、続行で暴れるか、これはガードに耐える、しかし下段が通る、ダブロ、大パンドでしょ、相打ち、ブロッキングさらえても構いませんと。前方転身スタートで崩す、この体力だとまだ倒しきりにはいけないが、さあ体力残ったら残ったでゲージが溜まるんですよね、相手に。空対空で落とす、判断が早い、打撃当たって投げはブラック、歩いて投げる、足くぐっている、さあ絶賞で削りも視野に入れた突っ込みでしょう。ラウンド2、タックル、こっからエイジティングで当たって、もう一回張る、あダンが使いますね、これは美味しい。投げの外からその中段は当たる、かなり体力持っていきました、半分以上。ゲン
メージ発動して、ここは高橋さんできるだけ体力奪われずにゲージをもらっていきたいんだが、前風呂大パン、このエグヒフィカーをどうどこで使うか。あー、ちょっと怪しいフレームだったが、投げ返す端っこ、ここは張るでしょう。エグヒフィカー下段ガード投げて、最後の決め手はサイズキックにならず、ガードしています。さあ台形で吹っ飛ばされて、さあ突然の2勝、漏れてしまったか今のは。さあファイナルラウンド、裏からコパンターゲット、しかもしゃがみくらい、これはあー大変です、大変です。さあ補正切って打ち上がって、さあ6割プラスゲージも6割、あらららららあらららら、これはジャンプモーション見えたが、さあこうですね、これはバンジー急須。さあ翔さん勝利、3立ての 3-1、 さあ三つどもえでございますね。さあ